ばあちゃんキッチンへようこそ。いつもいいねクリックありがとうございます。次の動画作成にとても励みになっています。感謝です。さて今日は我が家の庭でズッキーニがたくさん収穫できましたのでチップスを作ろうと思います。ズッキーニはあれよあれよという間に大きくなりますので食べきれないこともありもったいないなと思って作ってみることにしました。これはお酒のおつまみにおすすめです。作り方はとっても簡単です。まずズッキーニは洗って切って塩天日に干すだけです。天気が悪い時にはオーブンで乾燥させることもできますが今日は日が照っているしちょっと風もあるので外に干すことにします。まずズッキーニをよく洗います。洗ってキッチンペーパーで一応拭き取ります。そして両端を切り落としてこういう風に切っていってもいいですし、これだとかなり薄く切れますね。あるいは包丁で切ってもいいです。このような太いところは包丁の方が切りやすいですね。そして網の上に並べていきます。そしてこれを外に持って行って日当たりの良くって風通しのいいところに置いておくだけです。外に持ってきました。でこれをしばらくこのまま干します。太陽が雲の中に隠れてしまったんですけれども3時間ぐらい経ったのでひっくり返しました。でまたこれでカラカラになるまで干します。ズッキーニを天日に干してカラカラにしました。なんでこんなに長く切ったかっていうと網から小さく切ると網からボロボロ下に落ちてしまったり風に舞いやすくなるからです。そして外の乾燥具合によって乾く時間が違いますので時々様子を見ながらひっくり返したりしてました。そしてこのまま食べてもいいんですけれどもお味噌汁の具にももちろんなりますしチップスにして我が家では食べます。塩コショウしてまぶしておいてつまんだり粉チーズをふりかけたりして食べると美味しいです。このままでもすごく甘いですからねすごく美味しいです。そして私はもうついでに人参も同じように皮を剥いてピュラーでどんどん細く切っていきました。そしてそれを天日に干しました。これもすごく甘いですよね。そして我が家ではお味噌汁の具にしています。このまま食べても美味しいですね。もちろん人参は生で食べても美味しいですけれども乾燥させるともっと甘くなるような気がします。そしてカラカラに乾燥させたら完成なんですけれどもこれが中途半端な乾燥の仕方だと保存するときにそこからカビが生えますね。ですから本当にカラカラに乾燥させておかないとダメだと思います。それから風があると乾きやすいですね。最近この我が家の地域では風があってものすごく乾燥が早いです。そして私はこの乾燥したズッキーニチップスは缶に入れて保存しています。
まあ我が家では缶に入れて保存するような何日も保存できないんですね。あっという間に食べてしまうので。それから天日ではなくてオーブンで乾燥する場合はオーブンに入れる前にチーズを振りかけると美味しく完成できもしますね。あのチーズが溶けたりするとますますいいですね。でこれはほとんどほったらかしでできますのでとっても簡単です。ぜひ作ってみてくださいね。油で揚げるより健康的なチップスです。それでは次の動画で第2弾の別な方法のチップスの作り方をご紹介しますね。どうぞ最後までご覧ください。今度はもう一つのズッキーニチップスを作ります。今回はオーブンで焼きます。こちらはビールのおつまみにすごく合います。もちろんワインにも合いますよ。で材料ですけれども、もちろんズッキーニ、そして塩コショウ少々、チーズを使います。でパン粉も使って唐辛子油が少々いります。この唐辛子油っていうのは私が自分でつけた油なんですけれども、唐辛子をつけておいた油なんです。作り方とか油とかそういうのは動画にしましたので、よろしければ下の説明欄をご覧くださいね。まずズッキーニを洗って、それからキッチンペーパーで水気を取りました。でこれもうち の家庭栽培のズッキーニです。小さいうちに取ってきました。これ忘れてるとすごく大きくなるんですよね、ズッキーニって。そうすると種がたくさんついたりしてあまり美味しくないので、細いうちに取ってきました。で両端を切り取ります。そして5ミリぐらいの厚さに切ります。これはあまり細くしてしまうと崩れるので5ミリぐらいにします。別に物差しで測る必要はないんですけど、だいたいこのぐらい。輪切りにします。今日使うパルメザンチーズはこれです。これも近くのスーパーで買ってきました。こんなですね。でこれを削ります。このおろし金で削ります。パルメザンチーズの量なんですけれども、これはズッキーニの大きさにもよりますし、どのくらい厚く塗るかにもよるので適当です。だいたい半カップぐらいですね、この量は。多分余ると思います。そしてこれにパン粉をやはり半カップ、同じぐらいの量を混ぜます。そして塩をひとつまみ、胡椒を、私はピリッと辛いのが好きなのでいっぱい入れますけど、これも適当に、いつも適当にします。でこれを混ぜます。そして輪切りにしたズッキーニにこの唐辛子油をちょっとだけかけて混ぜます。これオリーブオイルでもいいですね。でも私はオリーブオイルは今からオーブンに入れて200度のオーブンに入れるので、オリーブオイルは熱くしたくないので唐辛子油にしてます。唐辛子油だとちょっとピリッとした味もあるし、チップスは味が濃い方が美味しいので
唐辛子油って熱くしても大丈夫なので唐辛子油にしてます。まあ手でも揉むっていうか手で和えた方が楽ですね。私は手袋をしているのでいつも手でまぶしてます。まぶしてるっていうか手で乗ってます。そしたらこれを先ほどのパン粉とパルメザンチーズですねに和えたものにこのようにまぶしてオーブン用の鉄板にどんどん乗せていきます。鉄板に並べたらこのぐらいになりました。これは先ほどお見せしたズッキーニ2本分です。パルメザンチーズとパン粉も全部使ってしまいました。でこれをあらかじめ200度に予熱しておいたオーブンの中段に入れて15分焼きます。200度のオーブンで15分焼きました。でこんな感じになりましたので今度はこれをひっくり返して5分焼くことにします。っていうかかなり焼き方にムラがありますよね。こういう表面が大きくてもこういう周りとか中側とか焼き上がり方が違ってます。でこれをひっくり返しながら調節します。まあこれしなくてもいいですけれどもここまでする必要ないかもしれないけど両面焼くようにセットしたのでかなり両面焼けてますのでひっくり返す必要もないと思うんですけれどもちょっと様子を見ながらひっくり返してみます。はい、この状態でもう一回5分焼きます。5分経ったら知らせて。あ、時間になりました。これで出来上がりました。サクサクです。この薄いのなんかもうパリパリですね。これそしてしばらくこのままにして冷まします。今回は先ほども言いましたけれども200度のオーブンで15分焼いた後ひっくり返して5分焼きました。これで私の場合はこのくらいでもういいと思うんですけれども皆さんはそれぞれのオーブンで調節なさってくださいね。今回は2つのチップスをご紹介しました。天日で干す方は保存状態さえ注意すれば長持ちします。私はお菓子の缶なんかに入れて保管しています。そして冷蔵保存です。そしてお味噌汁やスープの具にも使います。それからこちらのオーブンで焼く方はすぐ食べるっていうか冷めたらその日のうちに食べた方が美味しいです。というか作って出したらあっという間になくなります。我が家ではあっという間になくなってしまいます。ポテトチップスも美味しいですけれどねズッキーニチップスもぜひ作ってみてくださいね。では皆さんお元気でチュース。